CT や DX を応用してキルトローテータで生産性を上げた取り組み。クイナビ、生産性爆上げでゆとりがなくなるマシン。素晴らしいマシンじゃないの？使い方を覚えると、工事測量の固定概念が破壊される。通常の測量速度の3倍だ。トントン拍子で進むから、仕事をどんどん入れてしまうね。そして現況を3次元レーザースキャナーで、スキャン。横断測量、縦断測量しなくても良くなったね。地形が分かれば構造物のモデルを、作成。まあ、見えなかったものが見えるようになったわね。そう、取り付け部分なんかが安易に想像できるようになった。見えるってすごいよね。重機の運転席内にタブレット配置して大まかなところをガンガン掘りまくるぜ。仮設の位置なんかも当たりをつけやすいのよね。簡易グラブで掴んでフォークアタッチメントで、鉄板運んだり、ナイスに運用。バケットが15秒で交換できるのもいいよね。地形や地盤に応じて爪やのり面バケットに交換することによって施工に、イマジネーションが無限に広がっていくぜ。硬い岩なんかもお茶の子さいさいだね。岩の根にねじ込めば大勝利なんだぜ。これは岩盤清掃？一気に楽になったぜ。あら、これは型枠の荷上げね。クレーンが入らない狭さでも大丈夫。なんだか大きなバケットね。安全安心コンバケ。これはグラップルアタッチメントだね。マシンコントロールに頼るのは邪道だぜ。のり面成形ね。これは流れ込んだ土砂を撤去しているのよね。でっかいデッキブラシさ、底板を傷つけずお掃除。いよいよ完成なんだぜ。物語も終盤ね。たった2分でここまで見せてくれるなんて。これが DX と ICT の力に、生産性向上チートマシンチルトローテータの実力なんだぜ。こんなに楽しく土木の仕事ができるなんて、考えられなかったことだわ。仕事は楽しく成し遂げるもの、そして、楽しく続けていくもの。